トモさん、黒龍のひな、おめでとうございます。黒龍のひな、再録予想的中おめでとうございます。これで一パックゲットですね。そうなんですよ。前回予想動画出したんですけど、その時にね、予想した黒龍のひなが、なんと見事的中いたしました。黒龍のひなと一緒に黒煙団も再録決定したので、どうせだったら予想の時に黒煙団も入れておくべきでしたね。いやー、惜しいことでした。黒龍のひな、黒煙団が再録されたということは、こういうことですよ。デッドアイズも、シークレットで再録。まあ、この辺はなんとなく予想できてましたね。しっかりイラスト違い。かっこいいね。ブラックマジシャンもイラスト違いで再録されます。しかもシークレットレア。ほらテンション上がるぜ。他に再録がバッと一気に発表されまして、スーパーレアで地層調査。まさかの地層調査ですね。こっからノーマル。神軍のラッパ、影鬼のユリ、スターダムライト、ヘビーコンダラーと。いうことで、バトルパックからの再録が割と多めですね。ヘビーコンダラに至っては、まだ配布してるのに再録をするというこの謎行為。レッドデーモンズドラゴンの再来かと言わんばかりの再録スピードでございます。こっから新規です。こちら。ブラックレゾナンスバースト。おっと失礼いたしました。こちらですね。ブラックレゾナンスバースト。効果。自分フィールドの表側表示モンスターレベル6以上闇属性魔法使い属一体選び、その攻撃力をターン終了時まで1000アップする。自分フィールドに表側表示のブラックマジシャンまたはブラックマジシャンガールがいる場合、さらに選んだモンスターの攻撃力をターン終了時まで1000アップする。攻撃力をアップさせるモンスターは対象は厳しいんですけど、条件がないということなので、実質風星の加護より簡単に発動ができます。対象となるモンスターはこんな感じ。ブラックマジシャン、ブラックマジシャンガール、あとはセブンスロードマジシャンとセブンスロードウィッチという感じで、なかなか魔法使い族のサポート魔法にとってはかなり強力な攻撃力アップ魔法になるんで、なかなかいいんじゃないでしょうか。そしてシークレット3種類登場なんですけど、残りの1種類は新規で登場します。それがこちら、軸抱き。はい、ゴミ。いや、決めつけるのは早いですね。今回読んでいきましょう。相手フィールドの守備力が一番高い表側表示モンスター1体を選んで破壊する。ゴミ。ツイッターの評価。これは当たりのような外れ枠。はいはい、軸抱き、軸抱き。といった感じで、軸抱きには落胆する声も多いです。これ個人的には、地割れだとマキシマムモンスターも破壊できるんで、そっちでもいいんじゃねって思ったんですけど、まあ多分地割れは満を持して、また来年のゴールドラッシュパックとかで出すのかなっていう予想で、お茶を濁す程度の軸抱きという感じなのかなと思いました。イラスト違いで、ブラマジ、レッドアイズ、再録っていうのが結構皆さん嬉しいんじゃないでしょうか。これはパック向きまくらんといかんね。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ブラックレゾナンスバースト。